プラタランサシ寺院は、インドネシアのバリ州、ギャニャール県タンパクシリン群の村、ペジェンにあるバリヒンドゥー教寺院である。ウブドの東、海抜207メートルの場所に位置する。ペジェンの村はかつてバリ王国の中心であったと考えられ、プラタランサシ寺院は、西暦1293から1343年にかけてペジェンにおける国家的寺院の役割を果たしたと言われる。 プラタランサシ寺院の境内には、ペジェンの月として知られる巨大な銅庫があり、プラタランサシ寺院と共に、インドネシアの文化遺産に登録されている。寺院名のサシは、バリゴで、ガツの意であり、この、ペジェンの月に由来する。現代のクロノグラム寺院の西側には割れ門があり、その入り口に見られる、クロノグラムにおいては、西暦1266年が示されている。しかし、 これは、現代に形成されたものであり、確かな創建年代を得るものではない。ペジェンの月を祭るプリンギー・ラトゥサシ・プラタラン・サシ寺院に、あるいくつかのプリンギーの祠のうち、ペジェンの月を祀る構造物は、プリンギー・ラトゥサシと呼ばれている。方形の三層からなり、2層目及び、ペジェンの月を祀った内側の3層目の支柱により、白の繊維を用いた屋根を保持する。 ペジェンの月と称される、このペジェン鼓は1705年インドネシアにおいて初めて発見された銅庫である。また、これは最大の銅庫でもあり、高さ1.86メートル、湖面直径1.6メートルで細長い太鼓のような形をしている。東南アジア初期のドンソン文化の影響によるもので、紀元前3世紀頃のものとも言われる。 2020年3月31日、インドネシアの文化遺産に登録された。地元のある伝説によれば、天空に13個あった月のうちの一つが、ペジェンの森に落ちて、ヤシの木にかかり、昼夜を問わず、周囲を照らした。その月の明るさに困った泥棒が木に登り、輝き続ける月に放尿すると、月は爆発して、光を失い地面に落下した。それが、 ペジェンの月であると言われる。また一方で、この銅子は、バリの伝説的巨人クボイオの耳飾りであったという、伝承も今に認められる。プラタランサシ寺院の境内中央右、ガネーシャのパドマサナプラタランサシ寺院は、面積3770平方メートルを占めており、その境内において、バリの寺院に一般的に認められる多くの基本的な構成要素が見られる。 ありがとうございます。